fordulója alkalmából lesz, legalábbis egy ünnepi hangverseny. Viszont 2019 nem csak ez a 150 éves évforduló lesz, hanem ekkor lesz 45 éve, hogy Kobayashi Kenichiro megérkezett Magyarországra, hiszen ekkor nyerte meg a karmester versenyt 1974-ben. És készítettünk vele egy kisebb interjút, és most a következő percekben ezt fogjuk levetíteni önöknek. コンクールで一番先にボーグルーした時に音を出してくれたのがマークのオーケストラだったんです。何よりヨーロッパで聴いた最初の音はマークのオーケストラだったんですね。セビリアのオーケストラでした。それ以来、次最初のコンサートはマークの旅行を持っています最高指揮の基礎交響曲。だからその頃はまだ ちゃんとした式ができるような状況ではなかったんですけど、しかしマーブの大きな力に支えられてコンサートは無事進むことができたというのが大きな印象ですね。それとこの45周年を中心にして日本でそれをパーティーする機会の中大きな喜び、僕のように拙い花火にも一生懸命勉強する時間がどうしても取れなくて、結局ここへ来て 2、3 の言葉しか知らない言葉を様々な角度から皆さんに理解していただくというのはとても不可能なことですが、ところがマウンドオーケストラって不思議に僕の動きだけで何の言葉を言おうとしているかっていうのを理解していただけるっていう、そういう不思議な関係が生まれていますね。 本当にありがたいことで、長年過ごしてきたお互いの心と心の積み合いがいい形になっているんじゃないかと思います。まずは150年の日本とハンガリーの修行の年ということで、それもとても喜ばしいことなんですが、他に藤子フェミングさんという大変日本では有名なピアニストが ぜひマーブルのオーケストラとバイスとリストのピアノ協奏曲第一番を見たいと、そういう素晴らしい企画で日本を回りたいと、他にチャイコフスキーとかもあるんですけれども、そういう申し出があって喜んで、マーブと話し合った結果ですが喜んでお引き受けしたいということになっております。今 その準備を取り掛かっています。そうですね、サントリーホールっていう日本では一番響き豊かなところとか、大阪に行ったら大阪のシンフォニーホールとか、とにかく美術音楽院のあの響きをそのまま大きくしたみたいなところでのコンサートがたくさん用意することができるんじゃないかと思っています。 これは藤子さんがハンガリーからのオーケストラを呼んでぜひリストをやってみたい。かつての国立ハンガリー交響楽団の日本公演ではリストの2番をやってるんですね。その時は越路さんが指揮をしてました。それで2番なので今度は1番と、やっぱり一番有名なのはナンバーワンですから、 それに照準を当ててみたいなと、そのような思いなのじゃないかなと思いますけど、全然そういうことはありません。日本は日本での響きがあって、こちらはこちらの聴衆の期待に応えるような響きにしなきゃ、それが僕らプロフェッショナルの大きな考えというか理想であります。そしてなおかつ、よく言うなら、 マーブの練習場がそれほど恵まれてはおりません。で、今空いてるところがたくさんあるかもしれないって僕には思えるんですが、そういうところを提供してくださって、